今自分のトレーニングしていたらある種目を思いついた。自重で鍛えてる皆さん、下半身、もも前、もも裏、お尻などなど一つにね、あんまりやらないけどめちゃくちゃいい練習あります。一緒にちょっと見ていきましょう。それはサイドランジ、ダイエット中にバックランジ、どんなトレーナーでもおすすめてもらってますよね、こういうの。実はね、サイドランジというのがあって、肩幅広くね、でつま先も15度ほど外向いたまま、よく見てください。バックランジと同じ波で骨盤を引いて軸を片足に乗せます。これです。これめちゃくちゃいい。なぜならばフロントとバックと違って体幹抜けるから、軸は全部足に入る。ここで10回ほど蹴りましょうか。蹴ってここまで1、2で、ポイントなんですけど、つま先が甲だと膝に入ってしまっちゃう。でここ、ポイント、その上にしゃがむ時に軸がつま先に行かない。しっかりかかとで踏んで、かかとで蹴る。この感じ、1、2、3、効いてる、4、5。よく見てくださいね、ここまで戻ない、抜けちゃうから、こうしっかりこう力を入ったまま戻って蹴る、ドン。でこれが12から15回したら素直に逆にいきましょう。同じく1、2、これも12から15回ぐらい。これがバランス取るようになったら左右いける。こういうふうにベンベンベン。この種目のもう一個のポイント、焦ると効かないから、焦るとダメ。ゆっくり、1、2、3。これが一番、もも前、もも裏、そしてお尻が効いちゃいます。もうこういうような種目もこれから自重で鍛える皆さん、ぜひトレーニングプログラムに入れてほしいんですよね。これ動画ためと思った皆さん、この動画良かったと思ったら、あなたもチャンネル登録よろしくでございます。おー。